いや勉強になりますね本当に。まあ一言で言うと本当学ばせていただけてっていうのは本当感謝で尽くします、ね、いつも豆まきに参加する側だったんですけど、こう作る側いたって大変だなって思いました。手伝ってるの？あのもうすでに顔が真っ赤になってますこれストーブだよこれあの節分の時の豆を詰めるために豆詰めで遠くに飛ばすためにこのチョコレートを入れてるんです。いつもね広川だけだったんですけど、こういう作業をしてるとやっぱりこういろんなこう神様のこととかもねたくさん勉強したくなるし、あの今後この1年ねなんか幸せに過ごせそうな気がします。理由はこういう作業をすることによってまた多くの人に喜んでもらえると思ってる。それでまあやりがいを感じてやっています。すごく皆さん楽しそうで、あのお払いもきちんとしていただいてとてもありがたく思っております。賑やかにありがたいことです。もう以前もどうですか、初参加今日。いや勉強になりますね本当に。なんかいろんなことをね勉強させていただきました。感謝してます。日本人の心だと思いましたね。それは教わるんじゃなくて見て目で見て学ぶことすごくひしひしと感じましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当2回参加させていただきまして、いろんなことを気づきさせていただき、またあのいろんな方ですね、あのここに来られている方との要は、まあ、ご縁ですよね。まあそういうとかも本当いろんなことですね、こういうことを、まあ、まあ一言で言うと本当学ばせていただけてるっていうのは本当感謝尽くします。いつもありがとうございます。年男ということで感慨深いです。そのくらいの羊を私たちは今親しくあのいろんな植えたり、それからあの洋服の羊毛になっていただいたり、この寒い冬には私たちの助けにもなっていただいておりますけれども、まず忍耐強い、そして非常にあの動物としてもおとなしく人から愛される、そしてとても人と人を結びつける円満なあのものだと言われております。楽しかったです。ちょっとあのやっぱりあの役が取れたっていうか、役が取れましたね。以上です。どうですか？はい、あのとてもどうですか？おめでたいことでありがたいことです。ありがとうございました。楽しませてもらいました最高です。いくつですか？最高84歳。おめでとうございます。ありがとうございます。初めてだったんですけれども、結構いろんな人がいらっしゃってて、はい、いい経験になりました。うまい。
かいろいろなとこからなんか呼ばれて終わった、うん、楽しかった、うん、楽しかったって言って、楽しかった、いい経験でした。12年後にまたしたいと思います。